い、今日はですね、泌尿器ですねの解剖学をしていきます。尿が作られるところが腎臓 で、その作られた尿を運ぶところ、外まで持っていくのが尿路っていうところになりますので、そんなに難しくないと思います。ポイントを押さえながらね、覚えていただけたらと思います。ではね、早速いきましょう。泌尿器なんですけども、体液の補過装置で老廃物を体外に排泄しており、腎臓、あとは尿路で構成されていますよ。なので生理学でいうと、この老廃物とかを出すっていうところになりますので、ろ過ってどんな感じにしてるのっていうのがね、出てくるんですけども、解剖学の場合は腎臓ってどこにあるのとか、尿路の特徴って何なのっていうのを覚えるのが解剖学になります。では腎臓ですね、腎臓なんですけども、尿を産生する作るところ工場ですよということですね。まず位置関係になりますけども、右側にね、図がありますけども、胸椎の12から腰椎の3番目の高さで、脊柱の両側に位置します。右の腎臓は上方に肝臓があるため、左の腎臓に比べると2分の1腰椎分低い位置にありますよ。これがね、まずポイント一つ目ですね。なので解剖に関しては、他の臓器との位置関係ってすごく大事になってきますので、どこに何があったかなとかっていうのをおさらいしながら覚えてもらったらいいと思います。ではですね、2つ目、各部の名称に行きますね。まずですね、腎皮質っていう腎臓の表面と、腎髄質っていう腎臓の深いところに分けられます。でその後ですね、腎臓の深い腎皮質から尿管までっていうルートになるんですけども、スタートは表面、皮質から始まって、どん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 奥に行くっていう風に流れ考えてもらったらいいです。ということで、まず腎皮質からですね。主に腎小体と極尿細管で構成されています。1番、腎中っていうのは、腎垂体と腎垂体の間。腎垂体って何なのっていうのは、右側に図が書かれてますけども、おにぎりみたいに、まあ、三角形になっているところが腎垂体ですね。そこのそこの間が腎皮質のところの腎中って呼ばれるところになります。はい。で、続いて2番目、腎髄質なるんですけども、今度は主に極尿細管と中合管で構成されるのが腎髄質です。で、先ほど登場しましたけど、2番目、腎垂体ですね。腎髄質を構成する三角錐っていうのと、3番目、腎乳頭ですね。腎垂体の先端で腎肺にはまり込むっていうのが腎乳頭になります。なので三角錐っていうのが腎垂体、それの先端のところが腎乳頭って言いますよですね。場所の名前だけで結構です。で、次3番目、腎垂体から今度は尿管まで行くのに対して4番目、腎肺ですね。腎乳頭から出る尿を受けるのが腎肺。で、さらに5番目、腎兎っていうのが腎肺の集合体。これね、腎兎だけでなくて腎板とも言ったりします。で、一番最後6番目なんですけども、腎門ですね。腎臓とどっかの境目なので腎門って言うんですけども、腎門は、これは腎臓の内側面で腎兎と尿管の移行部だから門になっています。で、腹側から腎静脈、腎動脈、尿管っていうのが通過しますよっていう形です。今順番に腎皮質、腎髄質でその先っていうふうに話しましたけど、1、2、3、4、5、6っていう順番に、どん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 おしっこ作られてから外に流れますよっていう状態です。腎中、腎垂体、腎乳頭、腎肺、腎兎、腎門っていう形になりますよ。このね、流れがね、分かるようになっておいてもらえたらなというふうに思います。右側のね、図見てもらって、図見ながら想像してもらっても構いませんので、ちょっとおさらいをしておいてください。はい、ということで続きいきますね。はい、3番目、組織構造。腎小体、尿細管、中合管っていうのがありますけども、
腎機能を尿の生成を果たす構成単位として腎小体と尿細管を合わせてネフロン腎単位と言いますよ。おしっこを作る最低単位、腎臓はおしっこを作るっていう臓器なので、それの最小単位としては今言ったみたいにネフロンっていうのが最小の単位になります。で、細かくしていくと、まず半括弧1番が腎小体、マルピーギー小体とも言いますけども、尿の生成に預かる構造で糸球体と膨満脳で構成されています。糸球体っていうのは毛細血管が、まあ、糸の玉がぐるぐるぐるってなったのが丸まって集合した状態です。これは血管局というのと尿管局っていうのがありますので、これもね、ぜひ知っておいてください。で、2番目、膨満脳っていうのはこの糸球体を包む袋が膨満脳っていうふうになります。解剖学において何々っていう大きな括りがあって、そこからどん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 小さくなるんですよね。例えば腎臓っていう大きいものがありますよ。さらにその大きいものの中で腎単位、腎臓の一番小さい単位でいうと腎小体と尿細管っていうのになるんですね。さらにその腎小体を小さくさらにすると糸球体と膨満脳に分かれますよっていうやつですね。なので全部腎臓の話をしてるんですけど、腎臓のどこっていうのが解剖学の今やってる話です。では続いてですね、尿細管になるんですけども、尿細管は膨満脳と集合管をつなぐ細い尿管で、近位尿細管とヘンレループ、遠位尿細管で構成されています。細い尿管でというふうに書いてますけど、この尿細管は腎臓の一部ですから、ここはね、間違いないようにしておいてくださいね。で、まず1番目、近位尿細管は、近位直尿細管から近位直尿細管に行きます。右側にね、図が書いてますけども、曲がってるところからまっすぐになりますよっていう状態ですね。で、続いてが、ヘンレループ。ヘンレの罠っていうのも言うんですけども、ゴニーってこう曲がっているところですね。で、これはですね、腎髄質に存在します。先ほどの近位尿細管は、これは皮質にあるんですけども、今言ったヘンレの罠は、これは髄質に存在しますよっていう形です。では続き、右側の図の4と5って書いてあるところですけども、ちょっと下に行くと、で、続いてが、遠位尿細管ですけども、遠位直尿細管、まっすぐなところから、遠位直尿細管っていうのになりますよ。なので、ヘンレの罠、ヘンレループに行くところがまっすぐになって、それより先の方は両方ともくねくねしてますよっていう感じですよね。で、集合管っていうのが3番目。遠位尿細管と腎肺を結ぶのが集合管になります。っていう感じですね。なので、細かいね、ルートとかをね、きっちり覚えるようにしてくださいねっていう感じになります。で、最後がですね、腎循管と呼ばれるところですね。血管の話ですよね。ちょっと下に行きますね。はい、腎循管ですね。腎動脈から腎静脈までの循環経路です。順番に腎動脈から腰間動脈で柱状動脈、小腰間動脈、輸入細動脈、輸出細動脈で、その後はですね、皮質と髄質をめぐる毛細血管となって合流してから腎静脈になりますよってやつですね。他のですね、場所と違って、この腎臓に関しては、動脈がずっと入ってて、出てから静脈になります。感じです。普通、一般的な臓器は、動脈が入ってきて、組織のところで栄養をあげたりとか、ガス交換とか毛細血管でしてから静脈になるんですけども、ここの今のルートに関しては、動脈で行って、そのまま、ずっと動脈のままで静脈に行きます。回毛って呼ばれるものですね。静脈のルートだったら門脈とかって言われるんですけど、この腎臓のところは回毛って呼ばれるルートになっています。
まあね、余力があれば覚えておいてもらったらいいかなというふうに思います。なので、この腎動脈ってちょっとね、レアなもので、大体動脈っていうのは、機能血管と、あとは栄養血管って分かれるんです。この腎動脈に関しては、おしっこを作るっていう機能血管でもあり、腎臓を栄養する栄養血管にもなります。二つのね、働きがあるのが、この腎動脈なんですよね。はい。ということでね、腎臓、まずは、どこに存在するのっていう位置関係が分かって、そこから各部の名前ですね。皮質とか髄質とかがありますよっていうやつです。で、さらにその皮質と髄質の中にどういったものがあるのっていうのが組織の構造ですね。で、最後に循環の流れがありました。結構ね、この最後の循環のところ、どことどこを通るのみたいなね、例えば、球状動脈は、皮質と髄質の間を通るとかね、こんなところは結構大事になってくるので、ぜひ覚えてください。ではですね、腎臓終わって次は尿路に行きますね。はい、尿路はですね、尿管と膀胱とあと尿道なんですけども、順番にまず尿管からですね、はじめは位置関係ですね。腎兎から膀胱をつなぐ管のことを、これ尿管と言います。腎兎から腎門っていうのを通って、その後膀胱まで行くっていうルートですね。長さは約25センチ、太さは鉛筆の大きさぐらいありますよ。で、大事になってくるのは、まず、生理的調索部位。どこで言ったら詰まるのというか、狭くなるんですね。これはですね、スタートとゴールと間って覚えてもらったりです。まず1番目がスタートですね。腎兎から尿管への移行部、ここが狭くなる。で、ゴールは3番目。膀胱壁の貫通。ここでもね、狭くなるんですけど、もう一個、途中で狭くなるところはどこっていうのは、層腸骨動脈との交差部になります。なので、動脈に当たるところはちょっと狭くなってしまいますよ。ここのね、狭窄部位っていうのは3つあるので、ぜひ覚えておいてください。で、組織構造ですね。粘膜、筋層、外膜の3層構造で、粘膜上皮は移行上皮。これはね、とっても有名です。泌尿器のところだけじゃなくてですね、組織学のですね、上皮のところでも出てきますので、移行上皮ってね、覚えるようにしておいてくださいね。はい、じゃあね、腎臓から尿管になって、次は膀胱ですね。はい、膀胱なんですけども、位置関係は、尿管によって送られてきた尿を蓄える袋なんですけども、恥骨結合の後方に至ります。で、骨盤の最前部、一番前側に当たるんですよね。で、大事になってくるのはその下です。男性と女性で違うんですけど、何っていうのは、恥骨結合の後ろ側に膀胱あるよっていうのはあるんですけど、じゃあ、膀胱の後ろに何が存在するのっていうのが大事になる。男性の場合は、膀胱の後ろに直腸があります。なので、膀胱を主に考えると、膀胱は直腸の前にあります。っていうのは、これ、男性になります。女性の場合は、膀胱は子宮の前になりますよ。っていう感じですね。なので、右側のね、図が書かれてますけども、女性の場合は、膀胱の後ろに子宮があって、直腸があるんですけども、男性の場合は子宮がありませんので、膀胱の後ろは直腸になります。ここのね、位置関係が結構大事になりますので、まず膀胱ね、覚えてください。ではですね、次、組織構造に行きますね。はい。膀胱の組織構造ですけども、粘膜、筋層、外膜の3層構造。さっきのね、尿管と一緒ですよね。で、粘膜も尿管と一緒です。粘膜上皮は移行上皮であり、尿が溜まるにつれ進展されます。で、丸一番、膀胱三角。左右の尿管口と内尿道口を結ぶ三角で、粘膜が筋層に密着し進展しないというふうに書いてます。なので、左右の尿管口だから、尿管っていうのは一対なんですよね。右左ありますよ。ただし、尿道っていうのは、内尿道口だから、尿道に関しては1本しかないんですね。なので、尿管と尿道、どっちが有対、どっちが無対っていうのもわかりますね。はい。で、次、筋層なんですけども、3つあります。排尿筋っていうのと、膀胱活躍筋、尿道活躍筋っていうのがあります。
まず排尿筋ですけども、収縮すると膀胱内腔を圧迫し排尿に働く平滑筋、つまりおしっこを出す方の筋肉ですね。で、2番と3番の膀胱活躍筋、尿道活躍筋っていうのは、これおしっこを出さない方になります。はい、膀胱活躍筋は内尿道活躍筋と言われる平滑筋で、蓄尿に働きます。おしっこを溜める方ですね。で、尿道活躍筋は外尿道活躍筋と言われる肛門筋で蓄尿に働きます。肛門筋と平滑筋って何が違うのっていうのは、肛門筋は自分でコントロールできます。はい、ちょっとね、汚い話ですけど、おしっこんってこう我慢するときは、これは外尿道活躍筋っていうのを自分で働かせるっていう状態になります。ここの排尿筋、膀胱活躍筋、尿道活躍筋ってこの3つの働き、どういう感じになってるのっていうのは、生理学のところの蓄尿とか排尿とかね、ところでとっても大事になりますので、解剖学ではね、まず位置関係とかもそうですけども、蓄尿に働くとか排尿に働くとかね、名前を覚えるようにしておいてください。はい、あとはね、外膜なんですけども、はい、外膜はですね、上面から透明にかけて小膜、腹膜に覆われてますよ。腹膜っていうのは、膀胱の場合は上から後ろにかけて覆ってるので、全部を覆ってるわけではないんですよね。これは消化器のところとかでありますけど、腹膜後期間とかね、ありますけども、膀胱の場合は腹膜の下なので、腹膜下期間っていうふうに呼ばれたりもします。はい、なので国家試験とかでね、腹膜内臓器の中に膀胱入りますかって聞かれたら、中にはいないなってわかるかと思いますね。はい、で最後、尿道なんですけども、これは男性と女性で違うっていうのがね、キーポイントになります。まず男性の尿道ですけども、長さは16から18センチと長いですね。内尿道口から出て前立腺と尿道界面体を貫通して外尿道口に至る。これが男性です。で、女性の場合はですね、短いんですよね。長さは約3センチと短い内尿道口から膣の前壁外尿道口に行きますよ。なので、臨床上で言うとですね、ここら辺の尿道の長い短いっていうのでですね、女性の場合は尿道は短いので、菌が入ってきたりすると即ですね、膀胱の方に行くんですよね。なので女性の方が膀胱炎とかにはなりやすいっていう形になってます。というのがね、ここら辺の話です。はい、ということで、尿路に関してはまず尿管は狭いところが3つあるっていうのを覚えてほしいっていうのが1つですね。で、膀胱に関しては位置関係、膀胱の前、後ろには何が存在するのっていうのを覚えてもらって、あとは筋肉ですね。排尿筋、膀胱活躍筋、尿道活躍筋っていうのがあるっていうね、筋肉と。で、尿道に関しては男女によって差があるよ。長いのどっちとかって分かるようにしてくださいね。っていうのが尿路でした。はい、ということで、泌尿器に関しては覚えるところはね、結構少ないんですけども、要所要所でね、きっちり覚えていけばそんなに難しくないと思います。一気に覚えるとね、疲れるので、まずは腎臓とか、まずは尿道とかね、はい、そんな風に分けながら覚えるようにしてください。はい、ではね、今日はこれで終わります。ではまた。